どうもー。お酒を飲みながらぼやくやってまいりたいと思います。今回レモン丸ごとそうじゃないか、ダブルレモン。まあ、このお酒を飲みながらぼやくために風呂2回目です。わざわざ風呂2回入りましたね。やっぱ風呂上がりに飲むのが一番うまいじゃないですか。ちょっと体温温めて、ちょっと汗ちょっと出してからの飲むっていう。もうちょっと明るくしようかな。こんなもんにしようか。だいぶ明るいかな、マイクは。こんなもんかな。はい、今回買ってきたのがイカ天大王。イカ天大王、素材にも仕上げもこだわりました。イカ天大王からの、一度は食べていただきたい熟成チーズからの、コンソメじゃなくて九州醤油。この九州醤油うまいんですよ。すいません、ダブルコンソメパンチではございません。はい、まず何からいこうかな。あ、ちょっとすいません、チーズマニアとしてはチーズタラからいっていいですか。なんと小分けされてる。ありがたい、小分けされてる。うまい、うまい。いや、今日ベッドですよ、ベッド。ベッド。ほら。やばないですか？ベッドですよ、ベッド。ベッド。いや、ここめっちゃ綺麗ですね。タバコ吸えないですけど。タバコ吸う場合は1階まで行かないといけないですね。まあでも明日もう鹿児島ですね、僕。でもでも今回でもね、5日よ6日、結構かけましたね。結構長い旅路でした。でも今回思ったんですけど、やっぱ旅いいっすね。まあほぼ下道ですね。東京から神戸あたりまで、ほぼ東京から神戸まで全部下道で、その神戸からあの四国、淡路島、橋渡んないと四国行けないんで、有料の橋渡って、でお客さんと会って、今度香川あたりからまた岡山に橋で登ってね、で岡山から尾道あたりまで行って、尾道からまた愛媛に降りて橋で、で愛媛のフェリー、大分まで出てるフェリーに乗っけて、ジグザグっすね。とこういう感じっすね。すごい。まあちょっと四国もうちょっと回りたかったですね。もう今度1ヶ月ぐらいかけて下道でなんか全国回るっていうのもいいかもしれないですね。だから端から端全部回る。とにかく端から端全部回ってみる。でもこれね、ちょっとやってみたいですね。
端から全部下道で端から端まで全部回るっていう一周っすね。まあそれ下道じゃないと無理じゃないですか。ちょっとそれやりたいな。まあ今年はね、ちょっと一回行きます。今年は北海道道の駅全制覇計画してるんですよ。北海道道の駅全制覇です、今年の夏。うまっ。そうそう、あの車の中でね、お酒を飲みながらぼやくを2本取ったんですけど、2本目寝ましたねまさかのお酒飲みながらぼやくシリーズ初の撮影しながら寝るっていうね。あれ iPhone だったらやばかったですね。まああの一眼は30分で自動で切れるんで、iPhone だったらずっと撮ってましたね多分ねやっぱこれ30分で自動で切れるっていいかもしれないですね。あれ危なかった、あの6時間とか7時間番組になったかもしれないですね。なんかここのホテルね、なんかネット回線早いよって書いてあったんですけど、微妙っすね。微妙っす。だからもう微妙だったんでいいやと思って、これアップロードするのもだいぶ後になると思いますけど、まあでも鹿児島帰ったらアップしようかな。10本ぐらいもう溜まってるんで、な 4K ファイルは、 4K ファイルのやつは100ギガ超えてますね。これも 4K なんですけどね。最近このダブルレモンにハマりましたね。このサントリーダブルレモンストロングゼロ、ストロングゼロ、なんやろな、多分快活クラブのせいですね。快活クラブのせいです。もう快活クラブの選択がストロングゼロのレモンかジーマかビールしかないですもん。僕あんまりビールね、そこまで好きじゃないですね。嫌いか好きかというと嫌いでもない好きでもない。でもビールをね飲みたい時もあるんですよ。 だって基本的にビールって苦いじゃないですか。これはレモンはなんやろな、ちょうどいいっすよね。なんか甘みもちょっとありつつ、そんなあのしつこくない甘みで、明日朝飯、朝飯だからちょっと
朝飯付きっすよ。朝飯何時や、7時から。アラームかけとこう。7時起きってやばないですか。7時起き、多分7時から9時だと思う。6時から9時かな。ちょインスタ映えするように朝飯って僕撮らないんですけど、朝飯撮りましたよ。インスタのために、インスタのためだけに朝飯を撮りました。そう、インスタね、ちょっとアップしすぎましたね。なんかもうフォロワーが減る減る。まあ今7000人ぐらいいるんですけど、連打でアップしたら減ってきますね。でもインスタグラムのセミナー僕ね、2、3年前やったんですけど、多分やってる、継続してるの僕ぐらいですよ多分やってる人にいんのかな。インスタセミナーをね、沖縄からも来てくれましたからね。すごい人気だったんですけど、30人ぐらい来てくれたんですけどね、全国各地から。でもやってる人はね、少ないでしょうね。9% アルコール切りました。500っすよ。まあ今日ベッドですからね。ベッド。おしゃれじゃないですか。あれおしゃれ。明日の朝も撮ろう動画。あんまり動画撮れなかったですね。なんかあの撮影しに行ってたんですよ。うまい、イカ天うまいな。イカ大王、でもここはタバコが吸えないという、タバコがね吸えないというね、デメリットを抜かすと100点ですね。まあ、喫煙スペースあるから。明日どうしようかな。まあ、今日行った、まあ、ちょっと日付回ってますけど、あのラーメン屋さんめちゃめちゃ美味しかったですね。ここに載ってないかな、ラーメン屋。ここに載ってないな。ラーメン18番。あれラーメン屋ここ載ってないな。
には載ってないな。ラーメン美味しかったっすよ、すごい。だラーメンというよりかは、あの角煮丼がやばかったっすね。あ、ここに載ってないな。角煮丼がマジでやばかったっすね。いや、めっちゃうまかったっすよ、角煮丼が。ラーメン屋、まあブログにも書きましたけど、インスタにもアップして、あ、アスカラーメンだ、アスカラーメンマジで、まあラーメンもうまかったんですけど、アスカラーメンマジでやばかったですね。ここに載ってないな。アスカラーメンマジでやばいですね。あ、あった、アスカ、 ありましたね、ここに載ってた。鶏ガラ醤油ラーメンをベースに春夏秋冬の季節ラーメンを作っています。アスカラーメンマジでうまいですね。これはマジおすすめですね。あと角煮丼がやばいです。角煮丼マジでやばいですね。ちょっとビビりましたもん、うまさ、うますぎて。もう、うわー、まあまあ腹減ってたっつうのはあるんですけど、そう、まあちょっとインスタ映え、明日インスタ映えする、またなんかどっか行ってこようかな。まあ明日山道を、山をね、突っ切って鹿児島まで行くんで、明日イニシャル D ですよ。じゃあ九州醤油いきます。あと10、あと15分。ああ、いい匂い。うまい。カルビーさんから来ねえかな。カルビーさん待ってます。いや、ポテチね、大事っすよ。今ポテチ売れないみたいですからね。九州醤油は甘、ちょっと甘さもありつつ、九州醤油です。あー、ストロングゼロ。まあ今日爆睡ですね。ベッドで寝るの、まあ布団で寝るのがいつぶりだ ?6 日ぶりぐらいですね、布団で寝る。ん?あ、じゃあ布団で寝るのが5日ぶりぐらいですね。ペキュン!ペキュン!布団で寝るの5日ぶりぐらいだな。山の学校レストラン、これうまそうだな。まあ、ここねすごいね、あのいいっすよ。まあ、初めて来たんですけど、これね、もういいっすよ。あ、地図。宮崎県にある
漢字読めてないんですけど、すみません、漢字読めないです。漢字読めない、漢字読めないけど、ここいいっすよ。ここはね、やばいっすね。漢字読めないけどいいっす。いやね、神々へと思いを伝える。いや、僕迷ったんすよね。人生って、まあもう一回来るか分かんないじゃないですか。もう一回来たいですよ。ちょっとあそこのラーメン屋さんももう一回行きたいですけど。でも宮崎だからね、鹿児島からそんな遠くないんだよ。あ、遠いな。下道で4時間。こっから鹿児島の事務所まで4時間なんですよ。まあまあですよね。4時間ですね。まあまあですよね。4時間です、こっから。4時間か。まあでも4時間だったらちょうどいいか。4時間かかります、ここまで。なんか近場で1、2時間で行けるいいホテルちょっと見つけときます。やっぱね、日々この環境を変えるっていうのは大事だと思いますよ。万年にするんだよ、人間って。人間でマンネリするから。だから僕満喫3日間はマンネリしましたね、マジで。あかんわこれみたいな。だって快活クラブマジで景色変わんないんで。マジで景色変わんないですよ。でもホテルもホテルであれなんですよね、なんか縛られるじゃないですか、予約したら行かないといけないみたいな。行けよって話ですけど、なんかホテル予約してしまったらもう決められちゃってるじゃないですか。移動できないですよね、もう。だからそれもそれでな、メリットデメリットですよ。あと7分。もうちょっと僕もうだいぶやばいっすよ。もうすげえ来てる。だって500ですよ、500。もうメリーゴーランドです。あー酔っ払ってきた。明日朝飯起きれますかね。なんか帰りたくないですね。もはやもう帰りたくないな、鹿児島に。旅ずっと旅してたいな。
ずっと旅してたいな。まあちょっと仕事しないといけないしな。まあぶっちゃけどこでも仕事できるんで、まあ関係ないですけどね。やっぱね、やっぱ車はいいっすよ。ホテルにもなるじゃないですか。車中泊できるし。多分日本全国探しても GTR34 をあの使い方してるのは僕だけですよ。間違いない。今回ちょっと酔っ払ってきた。ちょっとやばい。アサリ最後の締め、これ飲んで寝れます。しじみが欲しかったんですけど、しじみなかったね。まあちょっとアサリ飲んでる姿はちょっと映せないですけど、あかん、あかん。酔っ払いだな。カキピーはお預けにしましょう。朝飯ありますからね。朝飯があるわけですよ。あと1分。くー、酔っ払いちゃうんですね。もう僕酔っ払いちゃう。もうパッタン気がする。朝に飲んでね。こちら朝りということで、僕はもうアサリなんで寝ます。